今回の動画はサルサのペアダンスをご紹介したいと思います。その中でも男性が踏むステップ、これを簡単なものをご紹介したいと思います。今までは女性のステップを使って踊ってたんですけれども、今回は男性のステップということでやってみましょう。それでは行ってみます。今日はちょっと女性いないので分かりにくいんですけど、まず男性と女性が向かい合って行ったり来たり、5、6、7、1、2、3で男性は女性の道を開けて1、2、3、5、6、7、1、2、3、5、6、7。今日はこの押したり引いたりっていう動きはなしで、とりあえずステップだけやりましょう。で今度は女性がいた時はちゃんとこう手でリードしたり体で踊らせたり、ちょっとそれをやりたいと思います。まずはもう一回いきます。基本のステップ1、2、3、5、6、7、1、2、3、これベーシックステップ。今度は道開けます。1、2、3、移動します。あ、追いかけます。1、2、3、5、6、7。はい、じゃあ次、今度は女性を回したい、右に回したいので、それをやりたいと思います。ちょっとこっちでやると分かりにくいんで、このまま行きましょう。男性のステップは1、2、3、5、6、7のままで、足の運びは1、2、3、5、6、7。もう一回いきます。1、2、3、5、6、7、こうなります。ちなみに手の位置は女性をこう回してあげます。なので1、2、3で5、6、7、こうなります。もう一回いくと、歩くベーシックステップ、せーので1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、5、6、7、こうなります。じゃあここまでつなげると組んでると思ってください。で1、2、3、4、道開けて1、2、3、次は回す準備して、回したらおしまいです。最後もう一つ、今度は手と手の間を通ってもらう。もう一回いきます。ベーシックステップいきます。せーので1、2、3、5、6、7、こうやって持ってます。2、3、5、6、7、8、1、2、3、5、6、7、1、2、3、5、6、7、8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 、1、2、3、5、6、
ディリード、次ライトターン、右回り、次アンダーアームターン、レフトのアンダーアームターン、これをやります。組んでベーシックステップ、クロスボディリード、ワン、ツー、スリー、ライトターン、ワン、ツー、スリー、アンダーアームターン、ワン、ツー、スリー、ファイ、シー、セブン。この手の動きはまた次回やりましょう。ステップだけ、せーので、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン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 、ワン、ツー、スリー。もう一回いきます。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン。ワン。
今回の動画少しね分かりにくかったと思うんで、次回は女性に手伝ってもらって詳しくまたお伝えできればなと思います。でも男性はこの左足からのステップを必ず覚えておいてください。そうするとスムーズに、レッスンできると思います。で今回の動画ちょっと気に入ったなとかやってみたいな、そういう時はぜひソウルアロンの方にご連絡ください。ではまた次回お会いしましょう。